おはようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、それでは今日は出発します。よいしょ。今ちょっとね、写真を撮りにこの紹介橋まで遊びに来てたんですけれども、まあ、今から職場に向かいたいと思います。で、まあ、せっかくなのでね、こう朝から時間を自分のために使っているので、今日は時間の話をしてみたいと思います。まあ、時間っていうのはイコール命ですよね。なので僕はものすごく時間が大切だと思っている人間なんですけれども、まあ、その時間をどうやって使うかっていうのの一つが、やっぱり自分のために使うっていうのは大事なことかなと思いますので、まあ仕事に行く前に、まあ、少しこう自分の時間を作って写真を撮ったりとか、少しこうドライブをしたりとかっていうのは、なるべくこう楽しむ時間として使うようにしているんですね。で、あとはですね、こう他にはプライベートでは、まあ休みの日の朝は割とこう早朝ドライブみたいな形で自分の時間を作るようにしているんですけれども、その自分の時間以外にどんな風にして時間を使えばいいのかっていうことなんですけれども、まあダラダラと過ごすっていうのも一つはありだと思うんですよね。ただそのダラダラ過ごすばかりではなくて、例えばそうですね、子育てにしてもそうだと思うんですけれども、こういろんなことを習い事させるっていうのも一つ今は教育としてありなんだと思います。やっぱりこう学校で全てを教えることっていうのは難しいのかなっていう気もしますし、こういろんな才能を開花させるためにはいろんなことを挑戦してみるっていうのも必要だと思うんですよね。ただそこにもう一つ加えてもらいたいのが、子どものために自分の時間を使うっていうのも僕は大事なことだと思うんですよね。その習い事だったりだとか学校に全てを任せるっていうのではなくて、こう子どものために時間を使う、要は自分の命を子どものために使うっていうふうに考えると、やっぱりこうすごく大切なことだと僕は思っているので、こう例えば仕事から帰ってきて、まあ、疲れてはいるんですけども、寝る前にこうトランプをみんなでしてみたりだとか、あとはこう運動をして遊んでみたりとかっていうのはうちではよくやるんですけれども、まあ、日曜日だったらね、まあ、男の子2人なので、こう例えばですね、そう公園に行ってこうキャッチボールをするとか、野球をするとか、あとはサッカーをするとかっていう形で習わなくてもできることでたくさんありますよね。なのでそういったこう自分の時間を子供のために使うっていうのは僕はすごく大切なことかなと思っていますので、やっぱりこう一緒の時間を過ごすっていうことで子供には思い出っていうのができるでしょうし、こう知識っていうものだけではなくて生き抜く力っていうか、悪知恵って言ったらいいんですかね、こう世の中に出たら理不尽なことってたくさんありますよね。で、当然学校でも理不尽なことなんてたくさんあると思います。で、その中でこう理不尽なことをどうやって乗り越えていったらいいのかみたいなことを、こう一緒に過ごす中でこうちょっとずつ伝えていくっていうのはすごく大事なことかなと思いますので、やっぱりこう学校の先生では教えてくれないようなこと、習い事では教わらないようなことっていう、こう何その知識とは別に生きていく力みたいなものは、やっぱりこう親から子に伝えていくべきものなのかなという気がするんですよね。そう考えると、こう時間の使い方の一つに、やっぱり自分のために時間を使うっていうのはすごく僕は大事なことだと思いますので、それはどんどんしてもらった方がいいと思うんですよね。ただそれ以外にも、こう例えば職場で人を育てたりしているのであれば、その人のために時間を使うとか、あとはこう子育てであれば子供のために時間を使う、あとはそうですね、新人であればこう上司を助けるために自分が成長するために時間を使うとかっていう、その自分を磨くための時間っていうのも大事だと思いますよね。なので時間の感覚とか時間の価値観みたいなものは本当人それぞれだと思いますので、僕の考えが正しいとは思っていないんですけれども、やっぱりこう大切な人のために自分の時間を使うっていうのはあってもいいことなのかなっていう気がするんですね。なのでまあぼーっと過ごす時間っていうのをこう少し少なくするっていうので、誰かのために使える時間っていうのが増やすことができるのであれば、やっぱりちょっと増やしてみるっていうのはありなのかなっていう気がします。で、時間を潰すっていうのは命を潰すっていうのと一緒なので、僕自身あんまり好きな言葉じゃないんですよね。なので空き時間が無駄にならないように、こう本をずっと持ち歩いてみたりだとか、あとは今であればオーディオブックをすぐ聞けるようにしてみたりだとかっていう形で、本を読むっていうので時間をこう潰すっていう感覚が少しなくなったかなっていう気がしますね。なので一つ
それぞれだと思うんです。例えばこう編み物をするでもいいでしょうし、何か物事を作るとか考え事をするとか、それこそ読むのではなくて書くっていうのでもいいですので、なのでいろんな方法があると思いますので、あのスマホで何かをまあ調べるっていうのもありなのかなっていう気もしますし、だからそう考えるとこう時間の使い方っていうのはある程度こう身につけておくと、助かることっていうか、こう自分が成長につながるのかなと思っていますので、よかったら時間について考えてみるのもいいのかなと思います。ということで今日は朝から寄り道をして職場に向かう和也の孫でした。ありがとうございます。失礼しまーす。でちょっとずれてましたね。こうか。失礼しまーす。